駅舎駅構内ホーム小と温泉に駅は、滋賀県大津市ごと北一丁目にある、西日本旅客鉄道湖西線の駅である。駅番号は、JRB26、日本国有鉄道湖西線の全線開業と同時に、ごと駅として開業したのが始まりである。この開業時の駅の駅名は、小月宿根今尾が、西暦9世紀後半頃に開発を始めたとされる、当地が、 彼らが演奏したことに由来するとも言われる、おごとという地名によるものであった。ただし、大津市は駅名について、高和化鉄道の駅名であった、おごと温泉を要望していた。このおごと地区には、863年に、小恵秋宿根今尾によって創建された、法、三寺の境内に冷泉があることが古くから知られて、いたが、大正時代に当地区の遊水が、 ラジウム温泉に当たることが確認されたことから、1925年頃から急速に温泉地として発展し始めた。ところが、1966年に風俗営業法が改正されたことを受けて、滋賀県が当地の一角をトルコブロの禁止除外区域に指定したことから、性風俗産業の進出が急増して、陥落外化が進み、 1979年には49件の特殊浴場が立地するに至った。その結果、当地を訪れる客は男性客や団体旅行に偏ることになり、オゴトという地区の印象が大きく変化することになった。こうしたオゴトイコール観楽街という印象からの脱却を目指した温泉街は女性や家族向けを意識した新たな旅館名へ変更するとともに、 建物の改装なども進め、さらに旅行会社や各種のメディアなども通じて印象の転換を図った。その一環として、当駅の名称の変更を働きかけることになり、地元側が3万2千人分の署名と要望書を集めて駅名変更を申し入れた。2006年10月21日の新快速の鶴ヶ駅への延長のダイヤ改正時に、 西大津駅の大津経営への解消と合わせて行う方針を2005年9月、大津市長が大津市議会で表明し、経費を大津市が負担する方針を示したが、2006年1月に駅名変更を先送りすることになった。その後、2007年2月19日に大津市が駅名変更費用を新年度予算に計上し、2008年3月15日の ダイヤ改正時に当駅を小ごと温泉駅へ改名した。当駅の駅名解消を含めたイメージ転換の戦略が功を奏し、2010年には宿泊客数が約44.9万人と統計のある1989年以降で過去最高を記録した。島式ホームに面に温泉を持つ停車場で待避設備を備えた高架駅になっている。改札口は地上に2カ所ある。 バリアフリー化工事が完成し、2007年3月12日より、ホームエレベーター、多機能トイレ、電光掲示板が使用され始めた。この工事で、地上にホームエレベーター用の自動改札機と乗り越し、生産機のみの改札口が新しく設置された。改札口から踊り場へ階段が1本通じていて、その踊り場から各ホームへ階段が1本ずつ通じている。また、その踊り場には、 自動販売機が設置されている。片田駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅、愛子か利用可能駅、西口には1992年4月1日に、扇内子の記念碑が設置された。東口広場に1996年8月6日に、完成した噴水は、愛称が公募され、同年9月11日に、 ことの調べと名付けられた。2008年3月15日、駅名解消と同じ日に、足湯、六角足湯が設置された。また、この駅の大見今松方面側には、第四尾ごとトンネル、京都方面側には、第三尾ごとトンネルがあり、駅の両側をトンネルで挟まれている。日中時間帯は1時間あたり3本が停車する。朝夕の快速は停車するが、 湖西線区間で新快速として運転される列車は、当駅に停車しない。したがって、湖西線における新快速と快速との相違点は、当駅に停車するかしないかの違いだけである。また、2016年3月25日までは、観光線電車が入線しており、朝には西明市行き、夜には西明市、新三田発、大見舞子行きの設定があった。滋賀県統計所によると、 一日平均の乗車人員は、以下の通りである。近年は、増加が進み、新快速停車駅である、比叡山坂本駅や大見舞子駅より多い。戦術の通り、当駅周辺は、お月宿根今尾が、西暦九世紀後半頃に開発を始め、彼らが演奏したことに由来するとも言われている。おことと呼ばれている。863年に、 小景スクに今尾によって創建された法、三寺の境内に冷泉があることが古くから知られて、いたが温泉地として発展し始めたのは当地区の湧水がラジウム温泉に当たることが確認された大正時代になってからで1925年頃からのことである。しかし、1966年の風俗営業法改正の際に、滋賀県が当地の一角を特殊浴場の 禁止除外区域に指定したことで、風俗産業の進出が急増して、歓楽街化し、1979年には49件の特殊浴場が立地して、温泉街を訪れる客は男性客に偏り、小ごとという地区は歓楽街と見られることになった。歓楽街という印象からの脱却を目指した温泉街では、女性や家族向けを意識した新たな旅館名へ変更するとともに、 建物の改装なども進めるとともに、旅行会社や各種のメディアなども通じて、印象の転換を図り、戦術の通り駅名を2008年3月15日のダイヤ改正時に当駅をおごと温泉駅へ改名させた。こうしたイメージ転換の戦略の成果もあり、2010年には宿泊客数が約44.9万人と、統計のある1989年以来過去、 最高を記録した。また、温泉街以外では、1991年1月29日に、当駅周辺の区画整理事業が着工し、湖とが丘として1997年9月12日から、宅地の分譲が行われたが、販売が伸び悩んだことから2002年度決算で、大津市が約1.3億円の赤字を計上した。 西日本旅客鉄道 B コ再線新快速通過、快速、普通比叡山坂本駅から小言温泉駅、片田駅小言駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。